自民党松川るい、韓国を猛批判、プライムニュースで。先日放送された BS 富士のプライムニュースの中で、自民党の松川るい議員が韓国を批判いたしました。簡単にご紹介していきますと、まず韓国の国会議長が天皇陛下を侮辱したことに対し、失礼千番であることは言うまでもない。これまで何回謝罪してきたことか、日本国民の象徴である天皇陛下で、 国民が敬愛の念を持って陛下を眺めていることを韓国は知っているはず。それでこういうことを何度も言う。菅長官ではないがコメントする気にもならない。また、日本企業に対する資産の差し押さえについて。国連に行って慰安婦の二の前になる可能性もある。今回の判決は賠償をこれまで 三菱重工は何もしてこなかったという内容で、最高裁を踏まえておらず、この判決のロジックに従えば、請求すべき相手は、1965年にお金をもらった、韓国政府であるべきです。判決がずれています。また、韓国に対する制裁について、反日行為を続けていて、痛い目に遭うとか、 不利益ををるるとか感じささせせて行動を変えさせるところにポイントがある対抗措置を打つことが目的ではないが放置することは将来の日本の在り方を考えたときにこういうことをされても平気でいる国なんだと思われることのマイナスも考えないといけないとなっておりましてこちらおっしゃる通りなんですけどもこの現在韓国政府が引き起こしているさまざまな問題 今のところ解決する見込みがないどころか、今後さらに悪化するものと見られておりますので、日本政府にはこういった問題の根本原因をなくせるような意味のある効果のある制裁を早急に発動していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。